5番鈴木、6番岡松、7番二村飛龍へと人気は集まり3秒を切りました。3レースの予選です。スタートしていきます。4番の番田、5番の鈴木辰巳、スタートの枠なり、ここから伸ばしていくのは5番の鈴木辰巳ですが、4番の番田がインから回ります。5番の鈴木辰巳、ここは枠なり、6番の岡松、7番の二村飛龍です。0、1番の滝谷、もうリードがなくなってくる。2番の熱坊か、3番の柴崎、4番番田、5番鈴木辰巳、6番岡松、7番二村飛龍。レースは2周目、1番の滝谷です。2番の熱坊が迫る。ここでインコース上がってくるのか。西の3コーナー、3番柴崎がその後ろです。4番の番田内から狙いたい。5番鈴木辰巳まくりたい、切り返すか。6番の岡松がすぐ後ろ、7番の二村飛龍。レースは残り4周を切っていきます。2番の熱坊がトップに立って、1番の滝谷圭が2番手になる。3番の柴崎を内から4番番田が捉えて、5番鈴木辰巳も上がってきています。6番の岡松、7番の二村飛龍、ようやく前に追いついてきた両者。6番の岡松が行くのか、7番の二村飛龍どうする。レースは残り半分です。2番の熱坊、4番の番田、5番の鈴木辰巳が上がってきて、6番岡松浮上です。7番の二村飛龍が6番と立地です。先頭2番の熱坊、リードはほとんどありません。4番番田、5番鈴木辰巳、6番の岡松来る。7番の二村飛龍がインコース上がって、ここは5番と立地。レースは残り1周を切っていきます。早くも後半戦に入りました。7番の二村飛龍はようやく5番と立地か。先頭は2番の熱坊、リードがなくなって、4番の番田がトップを奪う。2番の熱坊が2番手交代、外から内へと行きたいところでしたが、4番の番田が流れる。7番の二村飛龍、そして5番の鈴木辰巳が落車。3番の柴崎です。レースが止まります。ただいまのレースにおきまして、落車時間のため走路上に競走車および選手が残留し、このままの状態では公正安全な競争の続行は困難と判断いたしましたので、実施規則に基づき、この第3レースにつきましては、競争不成立といたします。競争者及び選手が残留し、このままの状態では、公正安全な競争の続行は困難と判断いたしましたので、実施規則に基づき、この第3レースにつきましては、競争不成立といたします。競争者及び選手が残留し、このままの状態では公正安全な競争